プレゼンテーションを始めます。プレゼンターの森田です。よろしくお願いします。まず僕たちのプレゼンのタイトルがピクミンフィーチャリング栄光的な何かってことで、まあこのタイトルから分かる通りあんまり難しいプレゼンテーションじゃないんで、カテゴリーすぐ聞いてください。まず僕たちが問題点、ピクミンの問題点を探したところ、この絶対的な知名度の低さと考えました。いくら機能がしっかりしていても知名度が低ければ知られていないので、機能をいくら拡充しても知られていなければもったいないので、僕たちはその知名度を上げていこうということを考えて、このプレゼンテーションを作りました。じゃあ次で、この僕たちはプレゼンテーションを作るときに相側の法則というものにのっとって作ったんですけど、いかに注意を引いて関心を持ってもらうか、この注意を引いて関心を持ってもらうには何か流行に乗ればいいんじゃないかと考えました。それでまあダイエットブームとかそういうものには乗っからないと思ったんで、僕たちはこのエコと提携することにしました。笑ってください。これでなんでエコと提携するか考えたというと、説明します。いいよ、こうして。これエコに対する注目度の上昇っていうのが一番最初なんですけど、今家電とかの CM でもエコのことを聞かない CM ってあんまりないと思うんですね。それで他のメディアで取り上げやすいっていうのも、いろいろエコと提携したりしてると、いろんな新聞とか雑誌で取り上げたりしてもらえるので、あとウェブとエコの提携っていう新しさ、この検索サイトとウェブが提携した例っていうのはまだあんまりないと思うんですね。で、一番下のエコとの提携による収益増加の実例多数っていうのをちょっと次のスライドで説明します。このボルディックの1リッター4点リッターっていうプログラムを知ってる人も多分多いと思うんですけど、これ期間限定でボルディックがやったんですけど、この7月から9月の間、これをやってる時の売り上げが前年比の 131%、 エコと提携することによってこれだけの売り上げ増加が見込めました。で、下に書いてある企業の売上げの一部を社会貢献に組み立てるっていうので、今トヨタとか大手企業もそうなんですけど、エコと提携することでその一部を社会貢献に組み立てることによって CSR の上昇が見込めるというのはもう今考えとしてあります。で、ここでちょっと皆さんに聞きたいんですけど、この中でエコに興味のある方ちょっと手を挙げてもらっていいですか。お願いします。ざっと見たぶん1、2割程度だと思う。ありがとうございます。で、僕たちのプレゼンテーションは石成さんが言った通り F1 層ちょっと上の OL 層までをターゲットとして見てるんですけど、その F1 層とかの関心度、エコーの関心度を見てみると、非常に関心があるのが 28%、 どちらかというと関心があるのが 60% で、今ここら辺で今答えてもらったら2割ぐらいだったんですけど、全体で 80%、 3人に2人がエコに興味があると、そういうふうに F1 層は言っています。で、次お願いします。そこで僕たちの独自案はピクミン植林計画ということで、植林をしていこうと、エコと提携しようと考えました。それでどういうものかというと、不思議なピクミンでは検索するために薬が育っていきますよね。で、その検索すれば検索するほど木が育っていくということに着目して、成熟になったら実際に苗木を植林しようというプロジェクトです。でも植林っていうとやっぱり費用がかかったりとか、まあ、場所はどうするんだとかいろいろ問題があると思うんですが、次に実現性なんですけど、このグリムズっていうサイト知ってる人いますか。このグリムズっていうサイトはこれブログを更新したり、そのブログへコメントした件数とかによってこれもまた植林ができたりっていう、ブログとエコが提携したサイトなんですけど、これ運営してるのが普通のサラリーマン2人だけです。たった2人のサラリーマンがこのサイトを作ってエコもできてる。で、なんでかっていうと NPO や NGO がこのサイトのスポンサーになってるから植林が可能になってるんですね。それでこのたった2人のサラリーマンがこのサイトをやってるんで、いつでも協賛パートナーとかを探してるんですよ。次。で、この協賛するとして今分数でちょっと待って、この協賛するとっていうところでいつでも協賛パートナーを探していて、この協賛すると広告の無料掲載、トップページでバナーも掲載できる、ブロックパーソナリティスト広告、企業の PR といって、これ、もしピクミーが検索するたびにエコができるっていうふうなことを名目で PR していけば、このグリームズっていうサイトでブログを書いてる人って、アメーバーとか他の大手ブログサイトで書かないで、ここに書いてるってことは、この植林をできるから、ここのサイトでブログを書いてるっていうふうに言えると思うんですね。だからこのサイトのトップページに検索するたびに植林ができるっていうサイトのバナーを貼れば、この 23,812 点書いているこのユーザーを引っ張って
来れると思うんですね、このピクミンの方に。でそのピクミンの検索を通してこのページに飛んでもらうというふうにすれば、大幅な転換率がアップすると思います。で、ここでもう一つ、このサイトだけじゃなくて、ここでこのグリーンズと協賛すると NGO がスポンサーについてくれて、NGO や NPO、エコに関係しているサイトのトップページのバナーが貼れるので、そこから NGO、NPO のサイトユーザーも引き込めると考えています。次はどうやって宣伝するかを説明してもらいます。はい、僕たちの具体的な宣伝方法について説明したいと思います。僕たちは具体宣伝方法として雑誌フリーペーパーを考えています。雑誌フリーペーパーを選んだ理由をデータから説明したいと思います。これは雑誌を読んだことがある人の割合で、これを見ると個人全体で 83%、女性だけ見ても 85% で、非常に利用率の高いメディアということがわかります。また次に女性だけで年齢別で見てみると、今回リファン層としている20代の女性が 93.1% と最も利用率が高く、また34歳以下の女性も 93%、90% と非常に高いことがわかります。次は、これは雑誌を読んでいる人と読まない人のインターネットの利用の割合についてです。これを見ると、下のグラフを見ると分かるとおり、雑誌を読んでいる人の方がインターネットを利用する割合が 70%、雑誌を読まない人に比べて 20% も非常に高く、このことから雑誌に広告を載せることでインターネットを利用し、ピクミンのサイトを見てもらえるという、見てもらえると考えました。次はこれは具体的な L25 というフリーペーパーの広告料です。次は20代の女性のエコ意識についての質問で、ホームランポッキーマイバッグを持っていきますかという質問を20代から40代の女性にしたところ、唯一20代だけが持っていかないというのを割合が高くはいことが分かりました。そこで僕たちは雑誌に広告を載せることで登録してもらい、そして登録したらエコバッグをプレゼントしようと考えています。このエコバッグをプレゼントすることでサイトを見るだけでなく実際に登録してもらえる可能性が高くなり、また展開率がアップすると考えました。最後にまとめです。グリーンズとの提携による食品の宣伝にグリーンズ側のユーザーを確保することと、雑誌での広告で雑誌を読んでいるユーザーから私読者からのユーザー確保の日本柱で、ユーザー、リーチ率、展開率アップしていこうと僕たちは考えました。ご清聴ありがとうございました。